はい、どうも、たつねです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日の動画は、夏はメンズのコーデってかなり偏るかなと思うんですけど、そのシンプルの中でもちょっとスタイリッシュに見せる方法、タックインのコツについて動画をまとめていきたいなと思います。タックインの着こなしだったりとか、タックインをする時のコツだったりとか、どういうアイテムが一体相性がいいのかみたいなところのお話までできればなと思いますので、よければ最後まで見ていってください。では早速いってみましょう。はい、ということで、まあかなりタックインって3年前とかと違って一浸透してきたところはあるかなとは思うんですけど、そもそもタックインって何かというところで言うと、今僕がやってるような T シャツをボトムスにギュッと押し込むような着こなしの方法で、イメージしやすいのはスーツの着こなしでシャツをパンツに入れるスタイルっていうのをタックインスタイルと言います。ここ最近というか、まあ本当にここ 4,5 年の話なんですけど、このタックインスタイルっていうのがこう90年代80年代のリバイバルから来ている着こなしっていうところのトレンドもあって、タックインスタイルっていうのが流行ってきています。タックインなんてダサいじゃんっていうね方は中にはいるとは思うんですけど、まあこういう着こなしもメンズにはあって、でタックインスタイルがどうしてもダサいじゃんっていうイメージがついてしまっているのを、その高校生とか学生時代の時とかって絶対にタックインしろって先生に、君シャツ入れなさいとか言われると思うんですけど、まあそれのなんかその制服感とかそういうのがあってダサいという印象を持っている方が多かったりとか、オタクと言われるような人がチェックシャツをねデニムにこうタックインしてこうリュックサックを担ぐみたいな、こういうスタイルあるじゃないですか。あれのイメージが浸透しちゃってるからタックインってちょっとダサいなっていう印象がついてるんですけども、綺麗めなスタイリングでタックインしたりだったりとか、デニムに T シャツをタックインするっていうところも、まあそれもねやっぱりポイントを抑えないとちょっとねダサくなってしまうってところもあるので、そこを今日はできれば軽減していただければなと思いますし、僕多分365日の360日はタックインしてる人間なんですよ。なんでタックイン野郎なので、ちょっとその辺も少しお話できればなと思ってます。はい、まずタックインのやり方なんですけど、ちょっとこちらの動画にも載せているんですが、まずボトムス開けていただいて T シャツガーって入れます。でボトムス締めて、そこにベルトを通して、まあ大体腰骨の上ぐらいでベルトをつけてあげるとスタイルがよく見えるようなタックインの仕方になるんですよ。こちらですね。でこの時注意なのが、できればベルトの位置は腰骨より上にやってあげるとちょっとハイウエストになってスタイルがよく見えるので、これが一つのポイントです。でここで注意しなきゃいけない部分があるんですけど、この時にボトムスがフルレングスではない、フルレングスっていうのはアンクル丈だったりクグ丈という言われるもののテーパードパンツは結構着こなしが難しいというか、丈感が半端になるんですよ。これを使ってうまくコーデが成立する人はシューズの使い方がうまいか、ソックスの使い方がうまいって方が、そういうテーパードだったりとかアンクル丈のタックインスタイルをうまくこなしている方が多いんですけど、できればフルレングスでワイドパンツ、ゆったりとしたパンツですねで合わせてあげてタックインして腰骨の上ぐらいにベルト位置を設定してあげると綺麗に見えるのでおすすめでございます。でもう一つ、さっき言ったベルトラインを腰骨の上に持ってくるってところと、2番目、トップスの裾にゆとりを持たせるっていうところで、まあ、僕も今やってるんですけど、これが分かりますか、タックインした時こうピシッて入ってるとこなれ感が出なくてタックインスタイルがかっこよく見えないんですけど、これあえてこうバンザーアイスすると残りのこのねゆとりの部分が生まれるんですよ。これをブラージングするっていうんですけど、ブラージングしてあげるとここにゆとりが生まれるのでちょっとこなれた印象になるんですよね。女性の方だとブラージングワンピースとかっていうちょっとこうゆったりとしたこなれ感の出るワンピースだったりとかもあったりとか、まあ、そのブラージングちゃんとしてあげることによってウエスト位置がごまかされるというか、ちょっと馴染むのでたるませてウエストのラインをこうごまかしてあげることによって少しねタックインがこなれて見えるってところもポイントの一つなので、ぜひその2点コツとしてはやってほしいです。先ほども言ったんですけど、やっぱり緩めのボトムスがいいですね。スキニーとかこうピタッとしたパンツでタックインするのは本当にかっこいいんですけど、モデルさんがやったりとか、まあ、セリーヌとかね、ああいうエディのスタイルが好きって方はタックインスタイルとかすごいかっこいいなとは思うんですけど、一般の方が今そのスタイルをしてしまうと浮いてしまうというか、タックインがこうピタッとして、まあ本当にモデルさんとかがやるとすっ
ごいかっこいいんで、やっぱそれを見ちゃうとやりたくなるんですけど、やっぱり難しいなーっていうのはなんかちょっと思っちゃいますね。なんで本当にこれ聞いていただいてる方は、多分スキニースタイルのタクイムめっちゃかっこいいからって思う方の中にはいると思うんですけど、結構本当に難しい、ごく一部しかやっぱそういうのって似合わないので、基本的にはワイドパンツでごまかしてあげたりとか、テーパードスラックスとかでフルレングスのものでタクインスタイルを楽しめるってところがおすすめかなとは思います。でタクインの着こなし方もたくさんありまして、前だけインするフロントタクインっていうところもコーディネートとしてはあります。でフロントタクインは名前の通り前だけ入れる感ですね。全部入れるんじゃなくて前だけ入れてあげる。この着こなしはよくね、レディースの方がシャツとかでやるイメージですね。着丈の方が長くて前だけちょっと短いアイテムだったりとかは、若干こう前だけインしてあげたりして、少し肩を抜いてシャツを着いてあげるような着こなしだったりとかはフロントタックインしたりとか、メンズでもね、シャツを前だけ入れてあげてウエスト位置をあえて目立たすことによって足の位置をちょっとね見せたりとか、ボテッとしただいぶ大きめのシャツとかは意外とフロントタックインすることによって全体感の比率が3対7ぐらいになるんですよね。トップス3、ボトムス7ぐらいで、ちょっとウエスト位置が高めに設定してあるので、すぐ足が長くメリハリがついたコーディネートに見えるってところでフロントタックインはおすすめでございます。で、まあ、あとこれあんまり最近見なくなったんですけど、ハーフタックインって言ってシャツの半分だけタックインする方法もあるので、僕はあんまりしたことないんですけど、一応あるよっていうところだけ頭に入れていただければなと思います。今年の個人的におすすめの夏に向けたタックインのスタイルが、まずこちら白 T で作るシンプルコーデって感じで、僕がよくやるコーデですね。今日も白 T でシンプルなスタイリングに合わせて、僕はこれに小物で色をつけていくっていうスタイリングが好きなので、まず一つおすすめのが、まあ、白 T で作るシンプルコーデですね。まあ、これもワイドパンツとかストレートパンツとか太めのパンツを選んであげることがおすすめでございます。アイラインのシルエットが綺麗かなと思います。で次、はい、こちら落ち着きのあるトーンで大人っぽくって感じで、タックイン自体がもともと大人っぽい印象なので、まあ、あえてシャツだったりとかボトムスを少し大人っぽい印象にして着てあげるとかですかね。まあ、ボトムス黒にしてトップスベージュだったりとかブラウンだったりしてもいいかなと思います。はい、3つ目、まあ、フロントタックインでラフにいっていく感じで、まあ、フロントだけタックインすることによって全体的にはカッチリしないけど、ちょっとしたラフなスタイルっていう、軽く出歩くとか、フロントタックインのいいところはあんまりこう緩く見えすぎず、逆にこう緩すぎるアイテムの時にフロントだけタックインするっていうのもありです。ビッグティー、オーバーサイズのパンツ、シルエットはオーバーサイズのスタイリングにフロントだけタックインすることによって、まあ、ウエスト位置が綺麗に見えるよっていうところのフロントタックイン感じですかね。次こちら、セットアップ風タックインで、僕よくセットアップ着るんですけど、上から羽織ってるアイテムの中はタックインにしてズドンとねするというか、オーバーサイズのシャツにオーバーサイズの T シャツにオーバーサイズのパンツを履いてしまうと、結構ズドンとサイズがオーバーサイズすぎてただダボダボみたいな見え方をしてしまうので、そうではなくて中の T シャツをタックインすることによって、中はカッチリしてるけどサイズ感で遊んでいるっていう、本当にちょっとおしゃれなこなれた雰囲気もできるので、そこもおすすめでございます。この時結構足元サンダルにするのがいいかもしれないですね、この時期。で、あとこちらですね、カジュアルアイテムで着こなすってところで、まあ、例えばカーキのパンツだったりミリタリーのパンツだったりとか、スラックス以外のもので着こなしの幅を広げていただく、チノパンでタックインしてちょっとフレッピーな感じにしたりとか、ドラッドな印象に仕上げたりとか、スラックスとはまた違った綺麗な楽しみ方もできるので、カジュアルアイテムで着こなしをさらに広げてあげるっていうのもおすすめです。あとね、なんだろう、結構最近流行ってるペールトーンと言われるような淡いカラーですね。今までは淡いものに対して濃いものを合わせるっていうコーディネートがかなりね出回ってたかなと思うんですけど、みんなが結構そこに飽きてきちゃってるので、淡いトーン×淡いトーンって言われるコーディネートがすごい今流行ってるので、ベージュ×ホワイトのパンツとか、ベージュ×ベージュで合わせたりとか、そういう淡いカラーで今年はまとめてあげるってところも、まあ、トレンドの一つじゃないかなと思うので、ぜひそういったところでトレンド感を演出してもいいかもしれないです。はい、ということで、まあ、今着こなしを何個かおすすめしたんですけど、まあ、最後にタックインの時に絶対持っておきたいアイテムベスト3っていうところで、あったらめっちゃいいよねみたいな、これを持っておくとタックインしやすくなるよねみたいなところのお話をします。まず一つ目が、まあこれユニクロとかでもいいんですけど、ビッグ系の大きめの T シャツ。例えばユニクロだったらエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツとか、JW が出してた T シャツ、スワッチ
入ってるここの T シャツだったりとか、ああいうのをオーバーサイズで着てゆったりするものもいいですし、個人的におすすめなのはノーティカのビッグサイズの T シャツ、バックティーですね。あ、4000円ぐらいでちょっと大きめなサイズの T シャツが2枚入ってるので、かなり重宝するんじゃないかなと思いますし、本当に US コットンって感じなので、ちょっとザラつきのあるカジュアルな T シャツとしても使えるので、夏の時期はすごいカジュアルコーデには使いやすいんじゃないかなと思います。2つ目が解禁シャツだったり、オープンカラーシャツって言われるようなもので、なぜこの時期に解禁シャツを持っておいた方がいいかというと、夏って結構暑いので、少しここ襟元が開いてる方が涼しく見えるっていうのもありますし、普通のシャツでタックインでスラックスってやってしまうと結構フォーマルな印象に仕上がりすぎてしまうんですよ。でもオープンカラーシャツってここが少し解禁シャツになってるとカジュアルな印象にもなりますし、アロハシャツとかってね、絶対解禁シャツになってると思うんですけど、まあそういった抜け感みたいなところも楽しんでいただけるってところがオープンカラーの良さなので、一つあるとおすすめかなと思います。そんなたくさんはいらないかなと思うんですけど、まあ一つ買っておくとこの夏かなり重宝できるかなと思います。解禁シャツでいうと、多分いろんなドメスティックブランドさんから大手のセレクトショップさん、例えばビューティー&ユースとかユナイテッドアローズとかエディフィスでもアーバンリサーチでも、多分いろんなところで解禁シャツ自体が出てるので、あとはそれか古着で探すとかね、キューバシャツとか、それこそ解禁シャツだったりとか、個人的にアワレガシとか好きですけど、まあそういったところでちょっとオープンカラー探してあげるというところも、夏に向けたシャツの買い物としてはいいかなと思うので、ぜひね取り入れていただければなと思っております。はい、ってな感じですかね。ラストもう一個買っておきたいのが、ワイドパンツ系のシルエットを持っておきたいってところで、テーパードもかっこいいんですけど、夏場あんまりこうピタッとしたパンツよりかはゆったりとしたリラックス感を演出ができるのはワイドパンツなので、たくさん出てますよね。ユニクロでも GU でもたくさん出てると思うので、そこでもいいですし、まあ、ドメスティックからインポートもね、幅広く太いパンツは出しているので、ワイドパンツという広い枠で見ながらお気に入りの一本を探してみていただければなと思うので、そんな感じで検討してみてください。はい、ということでね、今日はタックインのコーデについてさらっとお話しさせていただいたんですけど、参考になりましたでしょうか。まあ、僕自身ね、結構ねタックインスタイル大好きでよくやってます。なんでやってるかというと、位置が高く見えるんですよね。で、自然的にやっぱりスタイルがよく見えたりとか、あとは僕自体どっちかというとあんまりこう顔つきが大人っぽくないというか、ちょっと動画に見られやすかったりするので、まあそういったところで着こなしはやっぱり綺麗めなスタイルが好きだったりするので、まあそういった点でね、ぜひそういうスタイルをしたいって方は取り入れてみてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで本日はタックインスタイルについてお話ししました。各 SNS もよかったら見ていただければなと思いますので、引き続き何卒よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。大成でした。ありがとうございます。